こんばんは、山城と申します。エコの季節調査シリーズ2024。今回は、トライアルさんをね、見ていこうというわけでございますね。トライアルさん、九州をね、地盤に、どんどんとね、全国展開を進めていってる、スーパーさんで、名店も、まあね、どんどん、またね、新しい店も、伊勢とかね、まさかとかでもできてる。去年からの違いだと、あれ朝日のトライアルってできたのこの1年の間でしたっけ、もうちょっと前でしたっけ、とかっていう感じでね、まあ、どんどんできてますよねっていう形でございます。そんなね、トライアルさんのやつを紹介していきたいんですけど、ちょっとね、ちょっと1件だけ最初にね、ちょっと注意しておきたいのが、四日市の皆様に、四日市の皆様に、というか他の店舗でもそうなんですけど、結構トライアルさん、自前のところが入ってるところ、トライアルさん直営の、この、チラシをね、持ってきて、もらってきたんですけどね。どうも、店舗によって、結構、ここはデリカがテナントが入ってます。ここは水産がテナントが入ってますっていうところが、結構ポツポツポツとあるみたいなんで、品目によって、そのデリカで担当してるやつは、この店にはあります。デリカ、じゃなくて、水産で担当してるやつは、この店にあります。両方ともあるお店。どっちも、テナントだから、それは使わなくて、がないですよっていうようなところが、いろんな、ケースが、売ってほぼ全ケースが、どうも、相当するらしいもので、で、四日市や年だったところで、なんか富田だけちょっと違うみたいです。富田のお店だけ、なんか、これの予約の対象のやつに入ってなかったんで、もしかしたらちょっと違うのかなということとかがあったりしますけど、ということなんで、ちょっとね、そのあたりとかは、無事のね、お店が最初かどうかは、ちょっと個別で、確認ください。一応ね、四日市、三重県四日市市の情報とかだけ入れておきましょうか。三重県の最終店舗だけちょっと調べておきますね。店頭予約の対象店舗となっているのが、三重県だと、松坂店、玉垣店、通富士方店、四日市南店、久保店ってど、久保ってどこだ？あ、前の下の方か。あ、前の下のね、南隣のところらへんだ。私結構前通ったことあるところだ。二十町の方とかに行ってた時にバリバリ前通ってましたね。あのあたりね、はいはいはい。あそこにそっかトライアルとかできてんのか。はい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 。まさかのね、市街地の京町とかね、あたごの方からね、スーッと行ったら、いいのとか、いいのでもいいな。あれは、滝とかの方に抜けてく、道です。八丁のアップルとかがある方のお店の方、道の方に、スーッと入っていくところ。うちの動画でも見たことありますね。元井の田舎、記念館を寄って、その時に、奥月か。元いるお犬が奥月っていうのは、あれは、松坂駅構内にある、松坂駅構内にある名所案内完全制覇の旅シリーズの時ですね。で、行っている時に、通ってきている、道の途中のところら辺の、昔シラックスとかあった、今、カラオケバンバン松坂店になっているところら辺から、ちょっと南の方に下っていって、10分ぐらい下っていったところら辺かなというところなんでございます。久保店らしいです。なんだろうね。なるほどな。よし。ということで、そのあたりをちょっと温めに含まれた上で、恵方巻きの解説に入っていこうと思います。ということでございますので、早速ね、また恵方巻きの解説として、的にやっていきたいと思います。さあ、ということなんですけど、まずは去年のね、データからおさらいをしていきましょう。よいしょ。去年トライアルさんはこんな感じでした。ウフラクシップでエンドドッツとしたのは海の宝の海運風巻きというのを競って、その他に、特上海運大名巻きとか特上海鮮絵本巻きなどがどんどんと競って、その後バラエティがずらーっとあってという形で、全部で、ね、いろいろセットとかも用意しので、19品目ありましたよという形でございますね。で、価格帯で言うと、2400円が頭ということで、そこまでハイエンドね、ハイエンドの最高価格のところは、そこまで高く設定をせず、値段もね、最低価格も599円という形で、
実はちょっとね、ギリギリ、600円台にはなってないんです。結構実は、そこのね、思うとそこをね、一番こう縮まってる、交差範囲が狭いというね、ような結果とかもありました。恵方巻価格はこれ、空欄にしちゃったしね、去年は。恵方巻に該当する、やつが、ちょっと、飛行機としてはないという判断になったんですね。去年は、私今回はね、入れたんですよ。ニアナゴとエビってあるかな？アナゴの贅沢ワフ巻きとか、多分この辺りが、品目的に、ニアナゴ、卵焼き、キュウリでおぼろとか、あとは、そっか、5品目やから、七福じゃないから、さすがにこう巻きというふうな、該当にするにはどうかなとかっていう判断だったんだと思うんですけど、今回は、先に申し上げておりますけど、ニアナゴというエビの贅沢ワフ巻きというものが、エビとかね、ニアナゴが入っているもので、品目数が7品アイテムあるものがありました。なので、まあ、七福という形で、まあ、恵方巻きの要件に、該当するだろうということで、一応これを参考価格、恵方巻きの、基準点価格という、設定に、で見る形にさせてもらいました。そのあたりもちょっとご了承ください。ちょっと、バラエティがね、いろいろとあるゆえにね、どうしてもそのあたりはね、いや、恵方巻きと名乗っていないので、それを恵方巻きとして定義として捉えるのはどうかというところから取らない。これもまだね、ちょっとね、一度ね、ちゃんとルール作りをね、していきたいなとは思うんですけど、今のところはね、まあ、完全に、個人的解釈。まあ、大きさが10センチ、長さが10センチ以上を超えていて、アナゴとかね、かんぴょう巻きとか、シイタケとか、コザタイとか、の基本品目、キュウリとかの、全部とか、基本品目の主要なものを含みつつ、七福、7品目を基準にしているもの、もしくは、恵方巻きというふうに、明記を、会社側が設定をしている場合といったようなところら辺で今判断をさせてもらっております。なので今回の場合は名前のこの7品目というところと、まあ、アナゴ、エビ、シイタケ、動画が入っているというところで、また、これも個別の品目のところで、これについてはまた徹底的に説明させていただきたいと思いますので、ちょっとそのあたりもね、後々やっていきたいなと思います。そのあたりもね、ちょっとね、いろいろとね、ちょっとトレイヤルさんはね、説明が必要なところがいろいろとあるんで、ちょっとね、お時間がかかるかなと思うんで、ちょっとご容赦いただきたいんですが、去年がこんな感じでしたよというと、これ、総合で言うとそんな感じ。で、アイテム数19に対して、セット販売が7あって、ハーフか8という形でしたと、いう形でございました。で、締め切りはちょっと早めなのよね。1月25日が締め切りなんですよってことだったんですよ。で、これは今年がどうなってるかというと、こういう形になりましたと、ドンと出しました。まずアイテム数ちょっとだいぶ減りましたね。なんですけど、これちょっと、真ん中にね、見られない文字があると思うんですが、以下ネットの中にの記載ということなんですけど、実はちょっと、チラシ、もらってきたチラシに書いてあったのは、上の7品目だけだったんですよ。だけど、あからさまに19から7って減りすぎなんで、ちょっとね、再交渉のためにね、いろいろとデータをね、調べていたら、トライアルマガジンさんって言って、インターネットマガジンを実は毎時、トライアルさん公開されてるんですよ。で、確か去年はそこからデータ拾ってきたデータでずーっと書いてただけだって、紙の手足をね、確かゲットできなかったんですよ、去年は。間に合わなくて。っていうのがあったんですけど、今年はね、先にこっちの紙のチラシを手に入れていたんです。で、こっちの方で入れていたんですけど、どうやらこれ、トライアルマガジンさんの方には、追加で、この、下の7品目ですね、もう記載がありました。で、これもどうやら、予約ができるみたいです。なので、こっちでも予約ができるみたいなので、これも加えて、見ていく形にさせていただきたいと思います。考察なんですが、おそらくなんですが、これは、デリカブルが多分、総菜部がこれを作ってるんだと思います。このカタログを。で、トライアルマガジンは会社として全体として出しているんで、水産部門のやつも含めた総合的な、恵方巻きの訴求っていう形でプロモーションを行っているというところで、多分そういうことなんだと思います。こっちの方は多分その、
水産部の、管轄ですが、この海運恵方巻きとかね、海の恵みのやつとか、大量恵方巻きとかね、こびた感じの海鮮がメインで豪華に使われているものが、乗っていなかったので、ここのところちょっと入れるか入れないかで、県庁のデータ大きく変わってくると思いましたが、今回は、チラシに載ってないけど、入れるというはずなんですよ、福田君さん。で、同様のことが、おそらくこれから徹底的に調べてもらったら、私もね、なんとか時間を割いてね、今調べてますけど、徹底的にね、エビデンスデータのチェックをしてもらったら、おそらく出てくると思うんですけど、多分全国何十社、何百社ってあるわけです。そうすると、チラシのだけで載っているものだったり、逆にね、インターネットでは、期待がなくたけど、いや、広告には載ってたよとか、いうようなケースとか、そういったのが出てくると思うので、それはね、ぜひね、ちょっとね、データ収集のためのは、ぜひね、全部ね、あったらね、引用リンクとかね、エビデンスの、明示をね、ちょっとしてもらえると、すごく助かるんですが、それではなくても、こういうような情報がありましたみたいなのでもいいので、全部ね、コメントで開いてもらったら、それ、すべてデータとして蓄積していきますんで、ちょっとですいません、そのあたりはね、一人ではね、どうしてもできることが、何百社のデータをね、まあ今もね、今の段階で十何社、三重県北中線のね、地域や研修をやってるんで、だいぶ絞れてはいるとはいえ、とはいえね、まだまだいっぱいありますんで、それぞれにそれだけ品目があるというふうになってくると、どうしてもね、拾いきれないところが出てくると思いますので、それはちょっとね、あの感じでご容赦いただきたいと思います。なるべく、ダブルチェック、エビデンスチェック、行って、もちろん価格表記とかだけはね、なるべく、絶対に、ね、出ないように、一応ダブルチェックは入れてるんですけど、ただね、実はダブルチェック中に何回か、あれ金額違ったっていうことがあるんで、ね、ちょっとそのあたりはね、まだちょっと何かおかしいところがあったら、時にご指摘いただければと思います。今回もちょっとそんな簡単にして、どんどんやっていきたいです。とにかく、何せ、すべて、ね、証拠を出さないとね、まだ見ませんから、そのあたり、どうしてもね、いくらだって、要はチェックっていくらでも時間がかけれるんで、別に、かけようと思ったら別にね、10回ぐらいね、見直してね、何日も何日もデータを見直してってね、やってね、出せばいいんですけど、それをね、しておったらね、多分来年になっても、まだ、ここ2023年の人がおまけの仕事が終わらないってなってしまいますのでね。これはね、締め切りまでに終わらせるという、スピード感がね、ちょっと求められるものなので、こういったところで、エビデンスの、ところとかの、いわゆる整合性ですね、正確性の、判断をさせてもらうと。まあ、このあたりとかね、この方向で地上波のテレビってすごいですよね。ニュース番組とか生放送でそのあたりの判断を全て的確にやってね、やるという、まあ、もちろんそれだけの大人の人がね、動いてやってる人数もね、いるっていうことでもあるんですけど、改めてね、そのあたりがすげえなと思いながらね。大丈夫ですね。気の声かな。なんか、ドア叩くような音が聞いた気がしたけど、気の声かな。ということなんで、そのあたりを、ね、前提に踏まえた上で、今回の解説を進めていこうと思います。ということで、まあ、順番的に、ね、実はそのマガジンに載ってる順番と、まだ、ちょっとごちゃごちゃになっちゃったんですけど、最近こっちの方で聞いたんで、まずここの紙に載っているやつから紹介をして、あとでネットバンクに載っているものを紹介していこうと思います。ですので、すみません、データは、その引用リンクのところ、エビデンスチェック用の、引用元のね、データ概要欄に貼ってあると思います。それのところと順番が多少前後するところがあると思います。それはちょっと、そういった理由でございます。ご了承くださいというところでございます。じゃあ、早速見ていきましょう。ということで、まず、こっちのチラシの方だと、フラッグシップとしてどんどん来ているのは、特上海運、特上海運大名マスというのがありますね。これ、電子カタログだと、もう一つ、別のね、この海の巡りで空気を呼ぶ海運氷巻きっていうのがドーンとフラッグシップになっておって、それの横にあるっていう形になってると思います。多分これ水産のフラッグシップで、こっちが総裁のフラッグシップっていうことなんだと思います。ということなので、そういうふうな分かり方がしてますね。で、こちらの方998円というふうになってます。まあ、もしくはね、こっちがハイエンドモデルなんで、まあ、こっちの方が900円ですね、切るやつで、一番買ってほしいのはこれですよっていうので、持ってきてるかもしれませんけどね。で、778の、サイズ特徴、7なんで太いですね。で、18という形でございますね。で、イリスは1。で、品目は、マグロ、サーモン、いいよ。
こういうことになってますから、あ、イカですね。イカ打つとき、どうしてもこれなんだよ。私、悪い癖で、K を打つ前に A をね、先に打っちゃう癖があるんですよね。なんでしょうね、このね、薬指の動きのところ、ちょっと弱いのかな。エビ、カニカマ、シイタケ、卵焼き、タツノコバラコ、キュウリ、大葉という品目になってますよ、という形ですね。これ998円。で、さらに、次のところが、国産牛カルビ巻きということで、まあ、肉のシリーズのやつもどんどん、結構大きめに持ってきますね。肉巻きを結構大きめに持ってくるじゃないかな。ちょっとコンビニとかね、そういう感じで、高物の訴求っていうのにしっかりと、っていうところがあるのかなというところがね、ちょっとフライヤーさん特徴かもしれません。まあ、持ってるお客さんの客層の、持ってるカスタマー層の、ところの、まあ、と思います。なんか、外でカタカタやってるのか。なんか、ちょっと外がカタカタやってるんで、すいません、なんか変な音多分拾ってますけど、ちょっと、すいません。という形ですね。ちょっと別部にずらせられないですからね。もう、金使ってまってますからね。で、国産牛カルビ巻きが入ります。金使ってまくと、ブリニピリとマヨネーズということですね。で、さらに、九州具材の海鮮巻きが入りますが、ちょっとね、こたつがロープのものになってくるのかなというところで、マグロイカ、エビサーも、このコマ、アテキサーも、キュウリ、オーバーと、入りますよ。で、さらに、ニアナゴと、ノンコ、贅沢和風巻きというのが大変98円であること。これが、ニアナゴ、エビ、シイタケ、玉巻き、キュウリ、大葉、桜全部ということなんで、品目的にもね、いわゆる、恵方巻きの要件に一番近い、おそらくかんぴょうが入ってない。かんぴょうが入ってなくて、大葉が入っている、卵は入ってるから、これぐらいかな？うん。一般的な、フォーマキとって違うところはそうじゃ、エビも入ってるとあたりがちょっと違うかっていうのはあると思うんだけど、一応まあこれが、フォーマキに準じているというふうに見出しました。あれですので、これ798円ということで、これを、フォーマキの価格の参考金にします。で、次が豚バラチャーシュー巻きっていうのがあります。これは698円であります。豚バラですね。で、肉系で。ってことで、これは、ブリーンリーフと入ってますと、ということですね。で、698円。で、さらに、九州、海鮮と、アナゴエビセットっていうのがあります。さっきのこれですね、九州ぐらいの海鮮巻きと、ニアナゴとエビの贅沢和風巻き、これですね。の、二つがセットになっています。これが、日本で、798円。これは、ハーフサイズの予約であるんです。という形で。同じくこっちのセットのやつもハーフになります。これは九州海鮮と、九州海鮮アナゴ豚バラセットってことで、さっき言った2つに、この豚バラチャーシュー巻きが入っている形で、ね、単純に3点で1180円といった形になってますよということです。っていうので、あ、じゃんじゃんなる、あれ、少なくなったなと思ったんですが、ここから下にちゃんと、ネットマガジンの方で記載がありますので、それも一つしていこうと思います。ですね、マガジンのやつでずっと落ちてた方も、なんか下にギャーと戻されたと思うんですけど、もうちょっとまた上に戻ってもらった形になって申し訳ないです。次に来るのが水産系の、クラブシップですね。海の巡りで、ここを呼ぶ海運恵方巻きということで、これがおそらく水産の、やつで、まあ、これが一つ、ハイエンドモデルの、いわゆる、訴求品になってくるのかなというところでございますね。で、これが海運恵方巻き3000円という形でね、今年はちょっと大台乗せてきましたね。7000円ちょっとなりました。7/18ということで、最初はもう、申し分ないですね。で、12品目、何があったか、大葉、卵焼き、きゅうり、いくら、パズノコ、ひらみねぎ、大穴子、本マグロ、中トロ、タイ、生サーモン、シラスマサー、カンパチ、パズノコという形になってます。すいません、最後ね、縦書きだったら、縦書きの、動線順位で書いてみたんですけど、多分、横向きの動線順位に合わせて、品目を縦書きで書いたというだけですね。だんだん、多分、こっちの方から見せたかったんですけど、すいません、ちょっと、私もね、入力しながら途中でね、うんと思いながら、機材ついたんですけど、もうそのままね、入力する手を止めるわけにもいかなかったんでね、もうそのままバーッと取ってしまった結果、こういう、まあ、前に出てきました。ということでございます。これちょっと一回見てないと、まあまあ、12品目あると大変なんでね。2品目やって、ケチャップ入れ替えてるんですけどね。まあ、それでもね、その時間も大きいということでね、どんどんやっていきたいということでございますね。
そんなね、ぐちゃぐちゃってね、なんですよ。だから、品目としてもね、これだっていうんで、ということで、12巻。そうです。で、最後にハーフが9000円ですよ。面白いのは3000円で、ハーフは1500円と、まあ、割ってるやつって価格設定ですよね。これで、この辺りがトライアルしたんですよね。で、はい、品目は膨らんでいくということで、これが、ね、フラミスプリンになってくるのかなというところですね。で、さらに、大量回線エコマキっていうのが入ってきます。これも998円ということで、さっきの、この特上回線、特上回線の量巻きとはまた違うから、どうも違うみたいで、これはね、こっちはね、本マグロになってました。で、タイ、エビ、エナマサーモン、アカイカ、アナゴっていう、に、卵焼き、キュウリ、パジオカからの、オーバーという形で、品目で10品目で、本物かもってるのかな？チミったっけ？赤イカとか結構海鮮の品目数が多いから、で、しかもこれ本マグロってなっておったら、おお、そうか。同じ価格で本マグロなんか、ちょっとこれは結構いいよねって、魅力的だよねってことだね。これが水産は多分これを一番売ってきたんじゃないかなって形ですね。あえて本マグロが入っていて1000円を切る価格に設定してるってことなんで、これは、お得感を出してくれたいのかなっていうところを感じたところですね。はい。大量回線方式ですね。ただ一応こっちの方はもう、回線っていう形で、エコー巻きってついてるんですけど、あっちの方、一応、エコー巻きっていうのをしようという、形にしましたよ、ということでございます。さらに、炙りビーム3種のエコー巻きとなりますね。これは、直火炙りサーモンロール、直火炙りうなぎかば焼きロール、さらに、直火炙り、なかなか言いにくいですね。ビロードと、その手のこの3品目の、これもあるんですけど、これはハーフサイズで3品目のやつを揃えてますと。他にも、この中でセット分3種のエコー巻きって、ワンとチコでもね、なんか似たような感じの氷になるかな、あるやつありますよね。何でしたっけ。これですね、節分3種のエコー巻きの、大鳥と、これなんだね、鳳凰か。ホウとオウですね。これ確かに、ただね、ちょっと難しいのと、ホウ、オウってなかなか聞き取り、難しいと思うので、なかなか大変だなと思った。今年はめっちゃ分かりやすくしましたね。1、2、3、もしかしてうちの近くで、あ、3見てないとは思いますけどね。ここのところにさっき言ってたけど、ホウとオウって、これなかなか多分注文とか予約の管理するときに大変そうやなと思ったんですけど、今年はすっきりしてくれしました。1にしましたね。1200円で、マグロの修復巻き、1の方がマグロ修復巻き、大量回線エコ巻き、生サーモン、クリームチーズロールという形で、さらに、それぞれの2の方は、飲み出し、アナゴ海運巻き、大量回線エコ巻き、最終回で、エビのデートカップ巻きということで、バリエーションですね。がガラッと変わるという形ですね。で、333だ、これもハーフサイズのものが用意してあります。で、さらに、ちょっと今年特徴的なのは、これですね、幼少、紅白監修、金セット方巻きっていうのが入ってて、これ九州限定らしいんですけど、すっげえ、ぜひ、インターネットの画像、トライアルマガジンの画像を見てみてください。なかなかいかついっしょ。ドーンとね、できるやつで。これね、てっきり5000円ぐらいするのかなと思ったら、なんと1480円ってことなんでね。でもこれいいじゃん。俺なら買おうかなと思ったら、なんとかね、九州限定らしいんですよ。そう、トライアルさんね、九州で強いっていうのもあってね、そっちの方の限定でいろいろと商品開発やってるみたいで、うわー、よかねーって、九州生まれたからこれが食えるんかというのでね、ちょっとね、いいなと思いながらね、見てましたよということで、また1480円。まあ、それ一応、まあ、前後のラインナップのところに書いてあったんで、今回もラインナップの入りとこうということでですね、ABC として、数の方に穴が開いて、やっつけたも、かんぴょうきゅうり、これは全部オーバーという、最後のようなおかずも入ってますということで、そういうのも入れてくるわけで、結構バリエーションは、実はアイテム数19が14ということで減ってるんですけど、なんかそんなに減った感じがしないのはなんでだろうというところもあったりしますし、面白いのは、セットメニューのやつは、セットメニューオンリーの巻きを用意してあったりとか、で、しかもサイトも、そのやつだけ9、ハーフになっていて、これだけありますね。外部エコ巻きだけありますが、ハーフで単品が。単品は18セント、セットは9にするっていう、組み合わせの時には9になりましょうっていうような、訴求をしてあるっていうのは、かなりユニークやと思いましたね。両方用意するのではなくっていうのも、ちょっとかなり特徴的だったなというところでした。
じゃあ、実際に見てみましょう。あの、ショップクラブさんはどうだったかっていうと、今年はこんな感じでした。トライアルさん、これ一番ね、3000円が、お持ちとかなんで、まあ、3000円の大台には乗りましたけど、やはりね、あの、イオンさんの1万円とかね、山田さんが36円とかに設置したんですけど、これ、無駄で、こっち3000円。あれだけね、本格志向のやつで、回線のね、がっつり入ったやつで3000円で、ございるっていうのは、かなり、やっぱり価格、意識、実はやっぱ高い、コスパ意識高いなというところは見えません、ね。で、798円ですけども、これとかもちょっと参考のところが多かったんで、あれです。ちゃんとした絵本巻き、クラシックの絵本巻き作ってるのは多分9ドルぐらいだったんでね、あれだったんですけど、そのくらいであれですけど、でも798円ということで、まあ、ちょっと比較的色が低くなって。で、さらに最低価格のところの98ということは、実は、ボトムラインの設定はすっげえ高い。なんならスーパーの中では今一番高い700円近いですからね。っていう設定にしてあるっていうのは、かなり面白い、あの、ユニークな設定ですよね。しかもこれ、あの、ハーフサイズのやつじゃないんですよね。この698円って。実は、あの、多分最低価格に入ってきてるので、多分唯一ロングサイズなんですよ、これ。豚バラチャーシュー巻きが698円。これが該当商品になるんですけど。なかなか、こういう設定を目指すなというところですね。ですので、結果的にアンチムス14で、セット販売が5、で、77、ハーフなら77ということになってるので、まあなんかハーフとバリエーションね、揃えてるし、セット販売もね、そつなく来なくてって、ちょっとセット販売の品質高いのかな、まあまあ、そのようなのかなっていうところなんですけど、蓋を開けてよく見てみると、この5の、7のうちの5ですからね。この5ってなってるのがすべて、この10セット前のハーフのセットです。で、7?7 になる。なんで、7になる。合ってる。ごめんなさい。あのね、最後に言ってた、あの、金星砲巻き九州限定のやつですね。これがね、9センチなんですって。だから長さはそんな、あの、18センチみたいに、ずらーっと長くはないんですよ。ただ、穴がバシッと乗ってるんで、めっちゃ長く見えるんですけど、っていうことでございます。まあ確かにね、この船がね、18センチだったらね、さすがにきついと思う。これ9センチでちょうどいいよね、ということで。まあ、だから倍にしたら3000円になりますもんね。っていう形でございますね。なるほどなということでございます。大丈夫です。これやってますね。ふわりとかやってくれるかどうか、これさあね、そう、それじゃ実はそんな感じでセットのやつを入れてあったりとかっていうので、訴求が咲いてるというのがかなり特徴的だったなと思います。で、時間も、期間も1月25日ということで、ちょっとね、ここ、トライアルさんちょっと早めなんで、多分ね、何かというと、ストライアル多分ね、セントラルを相当多用する、形だと思うんですよ。で、おそらく、ね、エゴマキはある程度セントラルキティを、フル稼働させて、なんか、ツーツの、という形なのかなってなってくると、多分、調達とかの場合は、ちょっと早めに、締め切りたいというところがあるのかなというところが見えますね。まあ、あとは、あの、定価保全のところは、予約運用よりも、当日ね、バシバシね、アイテム揃えて、並べて売りたいっていうのもあったりするんで、っていうようなところの、調達を見込む、あの、しっかりと、見極めやすいように25日で締め切るのかな、といったような見方をしておりますよ、といったところでございました。ということでね、まあ、それはやっぱ結構特徴ありますね。他のところと比べてもだいぶ違うな、というところがあったんで、まだ、あの、これもね、まだまだありますからね、プラドユニ1号館、オーバーバロー、A コープ、1号館、あそこ2つあるのか。秋吉、山彦、スーパーさんし、ありますからね、まだまだあるんですけど、スーパーさんですね、多分、ちょっと、余談になっちゃいますけど、多分スーパーさんし、あと、金星、あ、金星入ってなかったっけ、そうよ。あの、ね、金星もね、多分ね、予約販売もあんまりやらないですよね。金星もいるのかな、やろ、本当に。まあ、そういうところか。あと、丸中か。あ、丸やつ。丸やつ、ベーシックですね。ベーシックもね、見てきたとき、あの、ちょっとこの前、ちょっと丸やつ寄ったんですけど、まだなかったんですよ。ちょっと前でしたけどね。まだ、絵本巻きの絵の字も出てなかったんで。ね、えてして丸やつさんと話して、スーパーさんしさんは、この辺りのチラシ設定がね、
比較的ちょっと遅いし、特に金瀬さんとスーパーさんさんもそうだな。案外、当日販売の方に重きを置いてね、あんまり予約受付を取りに行かないですよね。スーパーさんさんはネット注文があるので、そっちはまた完全に別にしてるんで、なんだろう、ネット注文って感じしちゃうから、こっちの方で、テントリビラ配ってどうのこうのっていうのは、そんなに情報を出さずに、実は、やるし、もうスーパーさんしたのはね、前回去年のね、あれがあったんで、34品目、圧倒的な数の暴力ね、凄まじいまでのね、アイテム数、あれ凄まじいまでの、商品数、設定、があるというので、もうね、もうね、知ってるんでね、っていうのがあるんで、そのあたりとかで、まぐれやってくるのかなというのとか、勉強しますけど。だから、あと、山下さんのあたりもね、ちょっと、で、1号館もね、まだちょっとね、なかったんだ。なかったから、ちょっとまだわかんない。まあ、とりあえず、情報入ったとこからね、順次。バロン置くあたりは多分、まあ、いざとなったらもうネットで調べてね、やっちゃおう、という形でね、やっていきたいなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。ということで、この動画は一つこれで、ね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。